河井路、河井路昭和二十年三月十日は、近代日本の天国家である。中国に渡り後小石に支持し、金石学部に基づく天国を日本に啓蒙しその、発展に尽くした。本来、生は、河井であったが、戸籍の貴重ミスから河井となる。名は、千老であるが、終始て千とも所した。陽名は徳松、後に、死の篠田の悪達の意味名を避けて江松、または、 号は起戦。後に、老、しばしば、料理と会合した。別号に、うせん、す、旧節、竹と、ちまぼろし同人、道号に忘れ、老、忘れしばしば、六福国安、次、術道、宝かき願などがある。京都の人、京都寺町の腕利きの陰板師として知られる、河合千恵門の長男として生まれる。上京第30組小学校に入学。 恩師神山法要に教えを受け、また旧居堂の熊谷直行と同僧となる。卒業後、林、創教のもとで詩文を学び、二十歳近くになって、死の、この頃、田中文九道より、金石章入手し丹念に所写している。数年後、死の進めで同門の杉山くもつと共に、天国の反布会を作る。二十七歳の頃、ご章席への警護がやまず、 手紙を送ると思わず、小籍の返信を受け取る。以降手紙による、添削指導を受けるが、ますます、深刻への思いが募り、渡航費用を捻出するために、岐阜に赴き、高塚の求めに応じて印を打っている。29歳の時父が死去するが、家業は番頭に任せ自身は、天国に没頭した。30歳にて、ついに念願の深刻渡航を実現し、 上海の小席と親しく交わっている。この時、田中文宮道の田中慶太郎も同行している。その後、毎年あるいは年に2回と渡航を繰り返し、中国の様々な文物を日本に持ち帰っている。その費用をまかなうために、この時期は生涯で最も盛んに展国し、人の求めに応じている。中国でも、羅新玉と、王安都氏より、 推薦分をもらい受け各地で売り印をしている。明治36年、京都の実家を弟の河井明氏に譲り、東京下屋に転居し世帯を構えた。その後間もなく、三井貢献の庇護を受け、その邸内の簡素な家に移り住んだ。伊織は中国文物の目利きとなっていたので、貢献の収集のアドバイザーともなった。この頃、 初夏の岩や十六から抜きな数王の所蔵した法上を譲り受けて宝か祈願の道具を得ている。大正三年、五正石が初代社長となった西飲社設立時の発起人の一人となり、結社後は長尾山と共に社員となった。設立メンバーの一人である王の事業員はいおりが濃くしている。正石との交流は彼が没する昭和二年まで続いた。ちなみに、 昭和6年と61歳の時初動陣の団体の代表となって渡航したが、これが最後の渡航となった。太平洋戦争末期、空襲が激しさを増しても巨託は皇居の近くだから爆撃されないと嘘吹き、戦火を避けようとはしなかった。しかし、昭和20年3月10日、ついに爆撃に遭い、所蔵する膨大な書画や蔵書などと共に帰らぬ人となった。 天国の作風は年代とともに推移が激しい。20歳頃は死の篠の悪達の作風が色濃い。22歳頃には陳光樹風となる。26歳以降は作風が複雑に入り混じり助産校、五章石など多様な影響が見える。30歳は五章石門下となったが独自の作風も保ち続けた。 陸長風の解消を用いたのは、いおりが最初である。中年以降、書も天国も制作を好まなくなったという、納得いかない作品を後世に残したくないという、思いからである。満州国の国事を要請された時も体よく、断っている。若いうちから金石学を非常に深く研究し、正しい因学を、日本国。明治四十年には、書生中村ラン 五世、浜村増六、岡本陳章、山田勘山らと、日野都羊印院を結ぶ。また、日本新聞や、朝日新聞に同志と共に、天国の連載を持った。特に、日本新聞の連載では、浜村増六と共に公募作品の選定を行い、票を行っている。この陰影と票は、日本院として刊行された。なお、 明治39年の作品展で二席になった石井並び石はの地によりに入門している。30年にわたる中国とこのうちに優れた書画や書籍を大量に収蔵した。書画は特に、長子圏を中心に名品を集め、昭和17年には長子圏展を開催して国内に紹介している。書籍は、書画、金石、陰プなどを膨大に収蔵したばかりでなく深い学識を得ていた。 書道芸術においても自ら収蔵する、名品宝書のみならず、中村布施や蜜谷、羅新玉などの収蔵物を複製し出版した。若年期に配布されたものいおりの許可なく勝手に、刊行された没後、様々な陰影を集め写真複製したもの巨託の、焼け跡から見つかった印がほとんど、上下2冊組集体制となる。ありがとうございます。